ビビトーク羽編、ビビの羽が軸から抜けました。こんな風にガチャガチャプラス、これもう先がない、軸のみ残ったんですね。ですごい弱々しい軸が、軸がひいあれだね、もうこうなっちゃってるよね、来たね。なのでこれは自然にスッと抜けたものなので、ここの先からは新しい羽が生えてきてる可能性が高いです。ちょっと来てます、来てます、来たね。あの実は最近そう途中までね結構良かったんですけど、ビビのこう状態改善の軌跡が、なんか最近ねちょっと停滞してたっていうか、こう目に見えて目視できる範疇ではちょっとね変わりがないというか、変わりがないとどうなるのっていうと、やっぱり羽は使えば使うほどどんどんボロボロにはなっていくので、必ず緩和が必要っていうことになるんですよね。で最近ねちょっとね、溜まってたかな、そうね、ね、というところでまた、こんな感じが来たわけです。すごいね、うん、もしかしたらで、ね、最近はビビちゃんは食べてるんですよ。寒が来るっていうことは、その軸を生やすためのエネルギーが必要になるわけで、で要するにもう出てきている時にはもうすでに始まっているというか、もう事後なわけですね。もう終わってるというか、始まりはもう終わってるって感じですね。なのでこう始まる前に1ヶ月ぐらいかな、すごいねこう食べる時期が、来る傾向が高いです。これはみんなも一緒ですね。でこうそれがね結構今な感じなんですよ。だからもしかすると来るかもしれないですね、全面リニューアルが。楽しみ、春まで。ちょっと最近いい感じじゃない、ビビ、うん、またまた歯作りしてる ね、うん、まだねガンガンやるわけじゃないんだけど、うん、芋も結構手伝ってるね。あビビのちょっとビビの羽みたいな、ビビやめて、ビビの足やってるね。足じゃないとこやってほしい。ちょっと目つき悪いね。モンブランも手伝ってるね、うん、シェリー族も入ってる、シェリー族入る、リリ軍団、シェリー、シェリーちゃん可愛い、ね、ここも仲良くない、なんかうん仲いい。ここ急に急に、ね、ビビ軍団は季節でどんどん変わっていくので、今は、芋、ビビ、モンブラン、シェリーちゃん、またヒーナとか入ってきたり、お泊まり来たりしたらまた変わりますからね。でも今は結構もうお泊まりがいいっていう感じで定着してるね。あの最近のビビどうなの？どういうことかな？なんかね最近、最近ね、でもなんかね最近ね見てるかなと思ったら目線外されてることが結構あって、そうね、あれ？あれ見てると思ったら外してるっていう、うんうん、それにはねその意味があるんですよね。やっぱり硬直してると、ほらもう見てください、今寝そうになってるね、目の前で。君寝た、あ寝た、ね、こういう動作、これ今の動作すごいね、リラックスに入る前兆なんですよね。そうこういう動作までね、ビビちゃんがいる時に持っていきたいですね。こういう動作をするぐらいくつろげるように。今目の前で2人で喋ってるのにもう目線外して片足してこんな状態になって、フォルムもふわっと秋服のみんなみたいな感じになってるんですよね。異質じゃない ね、 そ う、 ね、そうそう、だから最近ねビビ指名減ってきたんですよ、溶け込んできてるから。あとはカーン来るかな、今立て続け2本来たからね、これこれやばい、ね、超やばい、どういう状態、本当に良かった、ね、で抜けてるってことは必ず来てるので、あ
と花開くのは問題なんですよね。でもね、その場所場所なんですよね。全体的なこうゾワってやつはね、ちょっとどうなのかなってとこなんですけど、食べる傾向に完全にある時期なので、来るんじゃないかなと睨んでいるのですが、どうでしょう。睨んでますね。すごい睨んでね。何睨んでんだろう。クリニックそんなことないと思うよ。クリのこと興味ないから。そう、じゃあ引き続き、寝てる、大丈夫、よしよしよし、引き続き顔頑張りましょう。入るのでしょうか。またね。寝た寝たすぐ寝た、めっちゃいい、寝た、ね。